タオル回し、これクリスティアーノ・ロナウドですね、日本の番組出させられた時にですね、ナオト・インティライムの曲ですげえ嫌そうにタオル回してましたし、そして右側ですね、ベイル、これはもうちょんまげハゲ隠し、これ語呂がいいですよね、ちょんまげハゲ隠しってね、あんだけお金あるんだからここ植毛すりゃいいのにみたいに思うんですけど、なぜかちょんまげでハゲ隠したがるっていう感じでね。まあでもベイルね、絶対に性格いいのがもうウェールズ代表見てても思いますんで、ぜひとも今シーズンも頑張ってほしいと思います。そして、トップがベンゼマ、極悪おにぎりっていう ねフランス代表のバルブエナのね、セックステープがね、流出って言いますか、友達のマフィアが持ってて、それでね、脅すのをですね、ベンゼマを通して行ったってことで、ただベンゼマもですね、俺の友達こんなこと言ってきてるんだけど、お前大丈夫的なこと言ったのが犯罪幇助みたいな感じになっただけじゃないのかっていう話もありますけど、ただベンゼマに関してはなんかそういうね、裏の組織のドラッグを買うね、お金のね、マネーロンダリングにベンゼマのお金が使われてるみたいな話もありまして、なんか黒い噂が多すぎるんで、ね、極悪おにぎりっていう。おにぎりは何なんだって話ですけど、なんかウィキペディアかなんかでね、ベンゼマのことをね、一瞬なんか画像がおにぎりになったみたいなことが、事件があったらしくてですね。まあそんなことがありまして、極悪おにぎりという感じで。こんな